さ7号作ったよっていう、動画見られて、まあたびたびよくコメントくれてた方なんですけども、で一応まあ今日は後でねちょっとねちょこちょこっと、例えばこういうウインカー効かなかったりとか、ハンドルのホーンが鳴らないとか、これここに金属おるでしょ、これ先っちょゴールドの、これの一番手前側のここが、まあ、ハンドル側の裏側にあるよいしょ、これこのゴールドのバンおるでしょ、金属の輪っかゴールドの、ここにこれがひっついとらんとダメなんですよ、ピタッと。でまあまあ長年のこう、まあ、擦れた劣化ですり減ってしまってるって感じなんですよ、先っちょが。でさっきのあのゴールドの板にひっついてなくて接点が取れてないって感じなんで、すり減って消耗して電気が届いてないよって感じなんで、こんな感じ、金属の棒の先っちょに上からカチンかましてある、カチン、まあ、これそうバチンと外してもらって、先この棒の先っちょに外れ止めのクリップがついてる、これクリップ入れるの一苦労かもよ、新しいやつ目が悪い、この先っちょの手前側のこのくぼみのところに外れ止めのクリップ、そこから先っちょはさっきのあのかぶせ物配線の先っちょ、こんな感じです。でこっちの手前のここの頭がすり減って接点が取れてないってことです。クリップ映ります、ちっちゃいちっちゃいクリップこれちっ、はい、皆さんこれ新しいやつ、これ見えます、あった場所に手前側から戻してあげるけど非常にやりにくい、あーすごいバネがしっかりしてる、新しいから、箇所スクリュー。OK。